今回はキング牛丼とトッピングを全種類これやったら言うときはめっちゃ食うからな。僕すごいで、ね、よう言われたって昔。俺もちょっと本気出すわ。昔食の暴走部って呼ばれた。食の暴走部頑張るか。いただきます。いただきます。いや、二人とも頑張ってくださいよ。いや、一回ちょっと朝まで待って。朝まで言ってるまで朝になりますよ、これ。でも二人ともスプーンは持ちましょう、さすがに。怪我するわ、これ。怪我？タッパーやから。じゃあこれ食べきるまで帰れまってんって言ってしまって。なるほど。金は途中で払うんですよ。5倍払う。あ、すいません、ありがとうございます。これお持ち帰りとかできないですか？できますよ。できないです。できるけどダメなんですよ。あ、おちかちゃんと食べきるまで帰れないんで。ケガしてるな。いやもうほんまに、ね、なんで今持ち帰ろうとしたんですか。ダメですよ。とろーりコクプリン一つ、いいですか。なんて、え、プリン、プリン、プリン、何やお前、バカ食うのかほんまに。食後のデザートいるでしょ。もうそう、そこまで行ったってもうアホやん。いや、食後の時間が違うって。ちょっともう、スプーン置いてばっかじゃダメなんで、ちゃんと食べてください。もうこれ以上、はい、前出して、前出て、はい。はい、はい、よくできました、はい、以上、ポーカーでした。いや、ちゃん、まだ終わらん。あ、まだ終わらんすよ、これ食べきらんダメなんで。でも、だいぶ俺、ちょっと減ったやろ。減ったか減ってないか分かんないんですよ、これ。言ったら、ちょっとアナウンサーっぽく言ったら、今多分洞窟に行ける感じ。分からんかな、その君ら。プリンが増えた、食べたい。行くわ、俺見せるわ。うわ、食の坊主行こう。頑張ってください。あとちょっとやから。トイレ行ったら。今トイレ行ったら帰ってこないでしょ。頑張りましょう。トイレ行きたい。一回寝て。俺一回寝よう。一回ね。ああ、寝てた。ああ、うん。ピッタで肉いた。俺の一枚。一枚ごとの報告は大丈夫です。はい。一番ごとの方が大丈夫です。体見てわかるやん、食べられへんから。余裕とかをめっちゃ食うからな。もうだってスプーンの持ち方2歳児やもん。落ちて。じゃあ見てろ。食べるから。そう、もうネギ1個1個とかやめましょう。時間かかるから。あかんの。あと何日かかります。ありがとうございます。お会計。いや、何頼んでるんですか。いや、それはちゃう。嘘やろ、それはちゃう。もうあとこんだけや。まだまだ、落ち着いて。なんで。あと3口で終わるじゃないですか。なんでアイス頼んでるんですか。これ食べ切ってから頼んだよ、待って。俺はもう没収や。一回一口。それ食べてください。一口それ食べてください。はい、食べた。ちょっと一口食べたら。いいなとかも思わへん。これがええなと思う。全然ええなと思う。いや、もう戻しそうなったよ。やばいやばい、めちゃくちゃ合わなかったよ。肉食った。はい。いやいや、ダメですよ、ダメですよ、これはダメですよ。それ頑張ろう。じゃあ、頑張ろう。人の人の人の、ほんまにこれ全部食い切りますよ。もうあとこんだけなんやから。あと一口やん、もう、コメさん。おい、さっきからどんだけお前それ言ってんの。いや、それどんだけ言わしてんの。俺もだいぶ食ったよ。いや、まあまあ結構ね。あれ、さっきの中の崩れてる部分はなくなった。で、逆にティッシュ食った方がマシや。もう、めっちゃまずそうに食うわ。いや、もう美味しそうに食べました。日本一まずそうに食ってるで、今。美味しそうだね。ここの画面見えないけど、よかったもん。ほんまによかったね。美味しそうに食べましょう。マジでよかった。美味しいもんなんやから。あ、調理場さん食べ始めた。うん、負けるわけじゃ、負けるわけじゃ。大活躍。うん、大活躍。
じゃあこれ、はい、頑張ってヒヒフ完食です。ごまいもよなるほど、朝やいやもう朝っすよ、やば僕だってもうただの食事終わらせて早く帰りたいぐらいですもん。僕はただの食事終わらせただけなんで行くわ、見せるわ俺がなんでリーダーやってるか夢見せるわ。これで頑張ってきた、いきます、いきます。お、お、それぞいいんか、それでそれぞの実力見せてくれ。今日はやばいやばいやばい、出る大丈夫ですか。俺は YouTube の大食い選手が食べ物系で俺は絶対生きがらないと。ちょっと静かにちょっとここは応援しましょう。あわあわ静かにやりましょう。ここはうんガリ好きで、出そうなってるよ。頑張ってごっくんしましょう。あが今多分ね、フォーカードの動画史上一番ブスに映ってますよ。大丈夫ですか。それぞれファン増えたな、これ俺のファンが増えたわ。せっかくのイケメン集団やのに大丈夫ですか。うん、じゃあ行くわ、行きましょう。ちょっとほんまにもうあとこんだけなんでね、逆にそこまでよう頑張ったっすよね、これはもう。いや俺めっちゃ頑張ったよ、やっぱリーダーよ。何時間 YouTube やってる。まあ間違いない。言うたら晩ご飯となんでタメ口やん。何時間かかってんだよってなんでタメ口やん。言うたらだってもうこれ晩ご飯と朝ご飯に分かれてますからね。言うとくこれ一食で。いやまあ許して、でも一人でやりきるってこと大事やな。もう行くわ、限界でしかない。うん、おい、マジで、よし、終わり。じゃあもう、食べ終わったんでいいですか、まとめて。今日も喋らなくなってる。はい、ということで、いやロッキング牛のトッピング全種類盛り完食したんで、じゃあもう僕は帰ります。お疲れ様でした。もう2人は帰らない感じで、もうホテル側ですよ。じゃあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。また、大食いの撮影で呼んでください。気持ち悪い。お疲れ様でした。何でだよ、とも。